はい、代打 MC ホットパンツしおりの仕事運を占うというわけで、昨日はプライベートな部分を大石先生に占っていただきましたが、代打 MC 最終日の本日は仕事運を占っていただきたいと思っています。大石先生、ズバリ僕は売れるでしょうか？わ、はい、かりました。お願いします。仕事運って言ったら転職するのかと思ってしまいました、ね、芸人として紹介芸人、はい、はい、昨日はお金の運ということでこの財の星という話をしたんですけれども、はい、まあ、お仕事運という時にね、はい、一般的にはこれ、まあ、札って読む字なんだけど、この札が仕事だよってよく言うんです、はい、ただこの札のお仕事っていうのはどっちかっていうと、あの、なんていうかな、あの組織人とか、いわゆるお勤めの方みたいな感じなんですよね、はい、で人気官僚の方っていうのはこの職人っていうこの星をすごく使わないといけない方なんですよね、はい、で、まあ、まあ、なんていうかな、もともとでもそれがこの生まれた年にあって、はい、でこの赤い線がここに引っ張ってありますけど、はい、この辺みんな全部まとめてこう金の星に変わってくれるよってなると、はい、あの運気としてはすごくいいものを持ってらっしゃる方なんですよ。で、やっぱりこの名式、昨日も言いましたけど、はい、すごくいい名式だなと思っていて、はい、でただ問題点があるとしたらやっぱりこの最後の生まれた時間のこの部分だなっていうふうになっていて、はい、でこれをうまくね、ここの欠点がこう変わって良くなってくれると、はい、こういい気が全部流れてくれるなっていうこう感じられるわけなんですね、はい、で、まず一つがですね、はい、こいつをこの良くさせるためには、はい、十二支のウってやつが必要なんですよ、はい、ね、牛、虎、ウの、まあ、ウサギって俗に言われてるウというあの十二支が欲しいと、はい、でこれ来年ウ年なんですよ。来年、お、そう、そうすると12年に一遍のいいチャンスが来年来るじゃないかってなるわけなんですよ、ね、で、はい、昨日は財運的には入るけど出るねみたいな言い方をしたんだけれども、はい、その財運とそれからその仕事運というものがバラバラにあるわけではなくて、はい、一つにくっついてるわけだから、はい、ということはね、お金が出るねっていうのを昨日言いましたけど、これなんか無駄に出るというよりは先行投資的になんかそのお仕事に絡んでのなんか準備としてお金使うようなことがあるのかなともちょっと考えられるんですよ。ただとりあえずね、あのこの運ってすごく大事なものになりますので、はい、まず12年に一遍のいいチャンス来年来ますよっていうのが一つ言えまして、はい、そしてですね、もう一つが、まあ、あの芸人さんだからやっぱり人に見ていただいて受けてなんぼみたいなところですので、はい、あのこの札の方の星っていうのはさっき言いましたように、はい、いわゆるお勤め系の方のお仕事の星だから、はい、ここをまあこれもよくしておいていいんだけど、問題はこちらの方になってですね、はい、この星をいかに強めて生かすかっていうところになるわけなんです、はい、でこれは実は生まれの中ではもう結構強くなってるから、はい、これはこれでいいんだけど、はい、マイナスを持ってきてこれを無駄にするようなことをしてはいかんぞっていうふうになりますので、はい、いわゆるラッキーカラーみたいなので言った時にですね、はい、こいつにとって一番嫌な色は赤なんです。赤、赤なんです。このネクタイは、ちょっと残念だったなと思うんです。ああ、ダメですね。でもこれっていつもしてるわけではないんでしょ、はい、そうですね、あの一人でピン芸をやる時にはあの別 の, あの黄色のネクタイをつけるようにしています。あ、黄色はいいと思います。はい、結局ですね、黄色はそのこの人気の星を強くしてくれる色なんですね、はい、でだけどまずここ単体でこの星そのものをストレートに強化する色って白なんです、はい、白この白で、しかも白だし、もっと言うとメタリックな白が、あのちょっとピカピカ系の白がいいんですよ。だからこれちょっと光沢のある感じならすごくぴったりなんですよね。あ、で、はい、あとプラス財運の方の色が黒なんです。と白黒のこの組み合わせがすごくいい感じなんですよ。今日割と近い格好してきてるんですよ。あの、まあ、黒そのものではないけれども、だ、上下で白黒にこう合わせてみてもいいですし、はい、あとその柄物としてモノトーンのね、そのあんまりこう派手な赤とか黄色とかつくやつではなくって、はい、黒白のこのストライプみたいな感じとかですね、はい、モノトーン柄というのがいいんではないかなという気がするんですよ。でも、はい、あのこの白の衣装はすごくいいと思います。あ、うん、よかったです、ね、これはあの通常ネタで着たりすること多いんですか？あと、ここ何年かはあのこの格好でやらさせていただいております。いいですね、はい、あの、うん、これはね、そうですね、でプラスどっかに黒をあしらうっていうか形になるので、はい、まあ、ズボンをだいたい黒系とかにしておいてもいいかもしれませんね、はい、
あれですよね、ホットパンツだからといって本当にホットパンツ履いて出ることとかってあるんですか？事務所でホットパンツ履いたらクビになるのでチーフマネージャーに、はい、クビになると、お前次履いたらクビなって言われておりますのでじゃあ履きは、あ、でもいっぺん履いたことあったのね。あ、そうですね次やったらっていうのはね、はい、いや、そうですね。ですからまあ普通 の, こうロングパンツでですね、はい、まあ、黒系をつけて黒白をとにかく上下どっちがどっちでもいいですけれども、はい、そのカラーがとてもいいと思いますし、はい、あとお仕事に関してはその運を大事にするっていうことは今年、はい、毎月で言ってもさあ毎年で言っても3月が運の月なんですよ、はい、だから今年の3月はもう行っちゃったから、はい、と一番直近でいくと来年1年間も卯年だし、そこに来年の3月ってなったら卯の年の卯の月って卯がダブルできたりしますので、はい、ここすごく期待できるんではないかなという気がするんですね、はい、でこれはどっちかっていうとね、まあ良くなるというよりは、はい、今まで足を引っ張ってた欠点とか悪さがなくなるっていう方なんですよ。足かせになってたいろんなものがなくなって、はい、本来の能力を発揮できるみたいな運勢って形になりますので、はい、まあ、今までその例えばこう注意される中でここをもうちょっと良くすればとかここが治んねえとかって言われてるようなものが、はい、来年3月には解消できるはずだよってことになりますので、伸び伸びとやっていただけると思います。滑舌の悪さが治るということでそれ何いつも指摘されてんの？めちゃめちゃ言われます。あ、なるほどな。聞き取りやすい芸人になると思いますそっか、それはやっぱカラオケ行って腹から大声出すとかですね、はい、あと口の運動とかなるわけですかね、はい、なるほど鍛えておきます。はい、すみません。大石先生、今週1週間ありがとうございました。もうなんか唐突に締めに入ってわかりました、わかりました。いやいや、最初にね、奥村君の代打だということで、はい、ホットパンツしおりって名前だけこう見せていただいたときに、はい、もう私はとても期待してたわけなんですよ。あ、もう絶対ね、はい、ホットパンツ姿の佐藤しおりさんが来てくれるんだなと期待してて、うん、もう今日ここ入ったとき、マネージャーの方ですかって思ってしまいました。そうですね、作戦でつけた名前なんですけれども、方々の人に迷惑かけてる、作戦だったんだろうけど、なんか裏目に出てるような気がしますクレームの方が多いような気がします、はい、なるべくちょっと先に顔ちらつかせながら、はい、名前を紹介するようにします。いやいや、でも1週間やらせていただきまして、はい、本当に、真面目に真剣にやっていただきましてですね、とてもやりやすくありがとうございました。嬉しそうにしていただき嬉しいです。はい、では明日からちゃんと喋る奥村くんが帰ってきて、通常運行となりますので、視聴者の皆様、先生今週はどうもありがとうございました。いやいや、もう本当にありがとうございました。年末金が入る頃に行きますので毎週です、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。それではまた明日、はい、頑張ってください。ありがとうございます。